そうやな、好きなヴィランで言うと、はい、あのー、はい、アクションキツユキです。お願いしまーす。ヤギオさんに来ていただいてまーす。はい、どうもー。シャベンジャーズのアメコミ侍、ヤギオ源十郎です。イエイ、よいしょー。ありがとうございますー。はい。めっちゃアメコミも好きじゃないですか。うん。マジ、超オタクじゃないですか。うん。アメコミ。うん。僕、アメコミものって、うん、ヒーローはもちろん、うん、ヴィランが好きなんですよ。おー、なるほど。悪役。悪役。がめちゃくちゃ好きで、うん、ヴィランをちょっと語りたいなと。それはやったことないね。意外と。うん。ヴィランだけをピックアップしてやったことはないと思うね。僕が一番好きなアメコミ映画のヴィランが、うんうん、ワンダーウーマン2の、あーの、はい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 、あのマックスウェルロードね、うん、はい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 、なんかあいつもなんかでも取り憑かれるんですよね。そうやね、なんかその欲望を叶えてくれるっていう能力が、しかもなんか81でしたっけ、1981でしたっけ、1984か、なんかあの年代のアメリカのその結構こう高度経済成長期というか、そうやね、いろんなみんながこう欲しいものがいっぱいあってっていう、その成長過程の中での欲望が民衆の中にたまりにたまっているところをついてくるっていうのも、なんか一見したらジーニーみたいな、まあ、ワンダランプみたいな、願い全部叶えてあげるよっていうのはいい風に思われるんですけど、それをなんか悪の方に転じちゃうっていうのが斬新と思って、代償が必ずあるからっていう、でそのワンダーウーマンすらもその欲望に飲まれちゃうみたいな、悪意じゃないもんね、子供のためにっていう、うん、ワンダーウーマンっていうその愛が最大の武器みたいなキャラが戦う的に一番相応しい、力でねじ伏せるじゃなくてね、うん、愛をじゃあってちょっとね、叶えてあげる代わりにじゃないけど、ワンが結構あのそれこそ力でねじ伏せるだけど確かにそうやわ、姿の見えないヴィランというか、うん、だって本人別にスーパーパワー何持ってないわけですからね。そうですね、殴り合ったら秒で負けるんですよ。確かにマックスエロードはめちゃくちゃ良かったね。いいですよね、あのヴィラン、うん、そうやな、好きなヴィランで言うと、はいはい、てっぺん2個あんねんけど、おバットマンリターンズのペンギン、はぁー、ティム・バートンの、なるほど、おそらくあれはイワシの中で一番かな。確かに、ビジュアルも最高ですしね、うん、お寺に捨てられて、うん、市長か、になろうとするっていう、バカにしてきた人間たち、まあ人間っていうのも変やけど、人間たちを、うん、ちょっと見返してやろう的な、はい、孤独なのが一番辛いのよ、人間って。孤独のやつがヴィランに落ちがちですもんね。落ちがち、あのビジュアルまた秀逸ですよね。そう、バケモンや、ね、めっちゃくちゃ好き。ザ・バットマンのペンギン出てきましたけど、出てきた、結構なんかコミックリリーフ的な、なんかまあね、今回はコミカルな感じのね、役でしたから、普通の人間っていうか、そうですね、まあマフィアというか、はい、でビジュアルもなんかいわゆるティム・バートンも知ってるからこそ、三本指じゃないし鼻も尖ってないし、そうそうそう、まあ多少あれやけど、あれなんかあのゴッサムってドラマでもあったペンギンいましたよね。ペンギンが主役やったね。ですよね、うん、あのペンギンもむちゃくちゃ良かった、かっこいいっすよね。うん、特に本人は何の力も持ってないけど、はい、鬱屈を武器に戦うっていうか、しかもなんかそのいわゆるカリスマ的なジョーカーという存在がね、同じバットマンでいる中でナンバーワンになれないっていう、そう、カリスマ性はないっすもんね、ペンギンには。ない、全くない。そこもまたいいっすよね、うん、僕のもですけど DC ですね、ヴィランは。あー、そうやな、僕2番目に好きなのが、うんうん、あのダークナイトのトゥーフェイス。ほー、トゥーフェイスがめちゃくちゃ好きで、有無を言わさぬ正義のバットマンと有無を言わさぬ悪のジョーカーの真ん中にいるっていうのがなんか絶妙というか、確かに結構僕ダークナイトはトゥーフェイスが主人公だと思ってるんで、ブルース・ウェインとも関わりがあって、そうやね、で結構しかもコインのライバル的な感じで、そう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 、結構振り向いてもらえないモヤモヤもあって、うんうんうん、でジョーカーはジョーカーでまたこうあってみたいなので、二つともっとジョーカーは思想がないやん、カタルシスが起こらへんねん何もない、目的がなくやってるから、だから怖いみたいなのもありますけど、そうそうそう、トゥーフェイスに関してはもう明らかに目的があるし、わしもトゥーフェイスが好きやね、実は。いいっすよね、バットマンのビルの中でもハービー・デントがめっちゃ好きなのよ。ああ、トゥーフェイスの、ああなる前がケンジやってるっていうのは、そうか、でかいのよ。バットマンは法を無視して正義の手を下すやつだから、うん、どちらかというとあいつの方がより正義なんですよね。そう、絶対は次のザバットマンはトゥーフェイスがヴィランになってほしいもん今まで2回出てるけど、はい、2回とも脇役やねん、ティム・バートンの方でもフォーエバーか、トミー・リー・ジョーンズ、トミー・リー・ジョーンズだ、そう、お前ったらあっちがメインのヴィランなはずやねんけどな。そうですよね、誰もあっちの印象ないやん、みんなリドラの印象しかないやんジム・キャリーが強すぎて、そう、完全もう
食うにしてもバクンっていった後足首しか残ってないからどうしてもトゥーフェイスも影にいがちですね。影にいっちゃうんよね。次のボットマンは確かに、そう絶対これはもうだってもうトゥーフェイスの示唆もいっぱいあったから。あマジっすか。うん、ジョーカーは逆でいい。あむしろ、うん、逆ダークナイトだ。うん、地方検事殺されたからね、リドラーに代わりが来るわけですよ。なるほど、で来る検事が、これは熱い。もう一人いらっしゃるんですよね、2台ってことは。ヴィランが好きなヴィラン。あーうん、まあ、もう一人はスパイダーマン2のドクターオクトパス。ドクターオクトパスね、めちゃくちゃ良かった。わし正直ドクターオクトパスコミックで全く好きでもなんでもないね。あ、そうなんですね。うん、映画のドクターオクトパスはもうすごすぎた。正直だってスパイダーマンよりも印象深いですね。せやろ、俺結構トラウマですもん、あの実験の成果みたいなのやる時のバシバシしてな、アームに乗っ取られるみたいな。そう結構トラウマでショックですもん。しかも慕ってる先生、そうやね、ピーター・パーカーがな、ね、そう先生として、うん、ドクターとして慕ってるっていうのがめちゃくちゃポイントが高い。師匠を倒しに行かなみたいな感じやん。役者さんもいいっすよね。よかったな、フレッド・モリーナうまいっすね。めちゃくちゃうまい。でもさ、ただのおじさんやでおじさん多いっすもんね、ゴブリンとかも。せやな、おじさんやな、基本的にはな。あれわざとです。そうなんですね。スパイダーマン、ピーター・パーカーの敵として同じ年代の敵を出さないっていうのはわざとですね。あえてハリー・オズボーンぐらいの。そういうことだから聞いてくる、ハリー・オズボーン親友だからっていう、うん、しかも、うん、原作ではハリー・オズボーンあんなゴブリンにならへんから。あ、そうなんですね。普通に死んじゃうから。そうなんだ、うん、映画ならではなんですか。それがアメージングにも受け継がれてますもんね。そう、好きなヴィランですね。そうやな、シンプルに、うん、いっちゃん強いヴィランってあれなんですか。結構僕はカーネイジ最強みたいな聞いたんですよ。あー、カーネイジは強いね。確かにカーネイジってどっちが本体か、要はクレタス・キャサディが本体なのか、うん、カーネイジ神病棟が本体なのかでまた話変わってくるんだけど、はい、まあやっぱカーネイジっていうからにはカーネイジ神病棟が本体やとしたら、はい、誰にも勝てないし、やっつけられない。そうっすよね、死なないっすね。死なないから、だから俺ベノム2ちょっと がっかりだったんですよ。弱っていう、ウディ・ハレルソンっていう人が名優ですからね。そう、もう一回見たいわ、あの人にもう一回やってほしいなんで、その時。だから完全ナチュラルボーンキラーっていう昔の映画を完全意識して、もうあの人しかいないのよ、カーネージクリスキャスやるには。ベノムめっちゃ好きなんで。まあベノムはあの MCU にヴィランとして出てくるやろから。あれでもヴィランとして出せるんですか。もうでも完全ヒーローじゃないですか。あれだって寄生する相手によりも。じゃあエディ・ブロックじゃないやつに寄生する。もちろんもちろん最強ではあるかもしれない。最強のうちの、要はそのあのマガマガシーって書くタイプで言うたらノーマン・オズボーンかクレタス・キャサディやから。やっぱゴブリンも相当、ゴブリンはもう相当おかしい。サムライミのスパイダーマンだと結構人情味がある。あるね、あるのよ、もともとは二重人格みたいな。そうですよね。でノーウェイホームでなんか急に二重人格になったから、あれはゴブリンフォーミュラの影響、超人結成ゴブリンの。ああなるほど、打った薬のせいで。でもノーマン・オズボーン自体ももちろんヤバいのよ。あ、もともとは、要はその人が強化されてるわけやから。超人結成打ったら悪いやつはもっと悪く、いいやつはもっと良くなるみたいな感じだったじゃないですか。まあベノもそうなんだよね。あ、そうなんですか、うん、いいやつはよく、悪いやつは悪く。いわゆる人間で悪いやつみたいなのって、うん、パッて出てこないですよ、マーベル。ジャスティン・ハマーとか、はい、バロン・ジモとか、はい、あ、バロン・ジモがいた。バルチャーとかそうですかね。あ、まあまあ、アーマー着てるにしても。アーマー着てるからな、あれは。それでしたらもっといっぱい増えちゃう。それこそオバディア・ステイもせんし、いや、もうバンド、うん、そうだ、いた、おば、いた、そんなやつ。イワン・バンコもせんやな。え、ミステリオムか。ミステリオもそうなの。俺ミステリオめっちゃ好きでしたわ。ミステリオはまさにあれは、あれこそ一番何もなしのですよね、うん、ファンフロムホームのジェイク・ギレンホールがやったミステリオめっちゃ好きですよ。めっちゃメタじゃないですか。めちゃくちゃメタ。もうその CG とかが当たり前になった映画業界すらもちょっと腐してるというか、うん、そう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 、このマーベル MCU の撮影の裏側みたいな。そうやな、気持ちよかったわ。あれ鮮やかでしたね。あいつ死んだ後も迷惑かけるそうやね。死んだ後も残す、そう、悪の種を、うん、それすごい超ヴィランですよね。そう、ここからホームシリーズが終わって、うん、新しいスパイダーマンが始まるわけですもんね。ブランニュースパイダーマンがね。誰が最初のヴィランやるんですかね。わしはやってほしいのは、はい、ジャッカルっていうヴィランやな。ジャッカル、強い、強いというかひどい。あ、なるほど。まあ何よりグリーンゴブリンが出てないから。そうだ、あの世界の、うん、いるんですか。もちろん。誰がやんだろう。誰がやんやろうな。それやな、俳優が楽しいんですよ、シーンは。最近は原作のノーマン・オズボーンはトミー・リー・ジョーンズそっくりやねんけどな。へぇ、もう年齢的にちょっとあれやから。まあトミー・リー・ジョーンズはあれかもしんないですね。誰がやんやろうなっていう、結構若い人がいると思う。あ、逆に、うん、ハリーとかも出てくるんですか。多分ハリーとかは出てこない。え、そうなんだ。それこそジェイク・ギレンホールとかぐらいの、あれぐらいの人やと思う、多分やるとしたら。じゃあもうライアン・ゴズリングだ。
ありえるよ全然。マジで。わしおもろいなと思うのはそれこそハリオツバやってた人。ジェームズ・フランコ。じゃったかな、そうやな。あの人がやったらおもろいなって思う。おもろ。激アツじゃないですか。ちょっとただやりすぎやなっていう気もしなくもないから。確かに。やってくれたらいいけど、あの人スパイダーマン大好きやから。マーベルのヴィランで一番好きなのは、デカさんのドクター・オクトパスですか。MCU で。MCU で出たヴィランって言ったら。わし、ものすごい単純に力を誇示するヴィラン好きやねん。それで言うと、わし、ロナンがめっちゃ好き。おー、ガーディアンズのロナン。あんな分かりやすくて、かつ何にも分からへん人いないやん。確かに。しかも、力誇示したいな、ね。そう。最初に、バーンって断罪して。ね。拭えない小物感ありますよね。そう。でも、パワーストーン手に入れて、使いこなしてんのよ、あれ。そうか、相当強いですね、普通に。しかもキャプテン・マーベルとかにも出てきた。キャプテン・マーベルの ロナンとかもマヌケ役やけどな。めちゃくちゃマヌケやって。帰ろ、帰ろやばいやばい、帰ろ必ず手に入れてやる。俺でもそれで言うとその2のエゴはめっちゃ好きっすね。エゴね。今回のソーのゼウスとかの、うん、あの年代の俳優さんの今まで演じてきた役もちょっと振りに使ってる。せやな。ちょっとたまんないし、映画としても今回の5はもうそんな感じ。いやもうだってクリスチャン・ベールがマシニストとかさ、そうそう、最近の MCU 結構俳優で見てるとかもあるかもしれないですね。俳優アベンジャーズみたいな。わしヒーローがある人は有名人にやってほしくないね。あ、逆に聞いたことない人にやってほしいね。常にベネディクト・カンバーバッチとオスカイザックか、はい、オスカイザック、あれで終わりにしてほしい。無名の人にやってほしいね。確かにヒーローはそうかも、うん、それで言うと俺ロキ結構好きなんですよ、ヴィランの中では。ちょっとやっぱ小物っぽいヴィラン好きなんですよ。うんうんうん、ツーフェイス、デューフェイスもそうですけど、アベンジャーズのロキ好きっすね。ホークアイの矢をパッて握ってニヤって笑ってバーンとかする。あれいいかな。ロキもロキを象徴してる、象徴する。そうやな、みんな分かりやすい。油断ないもんな。結構なんか MCU のヴィランはコミカルっすね。コミカルやね、どっちかっていうとね、基本的には。これはちょっと関係あるのか分からんけど、やっぱちょっとディズニーの影響で怖さをそこまで強調しないという。だったらやっぱりドクターストレンジは特殊ですね。ドクターストレンジはもういわゆる一番典型的に闇落ちってやつやね。ですよね、うん、ワンダ闇落ちって書いてるように見えるぐらいの活字のね。MCU で一番好きなヴィランはワンダかもしれない。やっぱりあれって最初からヴィランだろ、決まってたんですか。いや決まってないと思う。でも原作知ってる人からするとワンダらしいなっていう。ああ、そうなんだ。たびたび闇落ちするから。結構もうこれファンの中でも賛否両論あるというか、あのままワンダはもう出てこない方がいいのか否かみたいなのあるんです。俺ワンダはもうあのまま死んでいてほしいなと思うんですよね。なんか多分ね、それも半々ぐらいと思うよ。ああ、そうなんですね、うん、まだ分かんないから、うん、なんかあのままのはちょっと悲しい終わりの方が逆にでも、うん、まあまあって思うやん。それはそれでっていう侍意味だし、うん、さっきちょっとスパイダーマン2のドクターオクトパスとまんま同じ死に方じゃないですか。そうですね。あれで終わってほしい。デッドプールって合流するんでしょ。デッドプールも MCU でやりますよ。てかデッドプールってあれヴィラン、アンチヒーロー。そうっすよ。だからヴィランっていうヴィラン出てこないですよね。あれ1のヴィランは坊主の、あ、そう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 。あれで2があの火をつける少年、あれでもなんか改心、改心しますよ、しますよね。だからそのあれをだから倒さない、改心させるって言われてですよね。一番いい終わり方、ヒーローの。そうですね。デッドプールは倒さないのよ、倒す必要がないのよ。それ成敗の仕方っていうのは改心させる。それめっちゃいいっすね、うん、デッドプールっていうのは大体そういう終わり方する。超一番ヒーローじゃないですか。たまに世界を変えちゃうけど。え、うん、よくやるけど。それもあれ3も決まってるんでしたっけ。来年撮影開始やったの確か。うん、ケーブルとかも出るの？わからない。出ないとおかしいけどね。ですよね。ってかそれで言ったらブラックアダムめっちゃ楽しみなんですよ。おうほうほう。シャザムの敵なんですよね。そうです。ここ最近のヴィランの映画化ってあるじゃないですか。まあベノムにしろモービウスにしろ、で結局ヴィランじゃないじゃんってなるんですよ俺。でもなんかブラックアダムはなんかがっつりヴィランっぽくないですか。どっちに行くんやろ。なんか俺ブラックアダムをめっちゃ面白そうと思ったのは、予告編とかでなんかいろんなヒーローが出てきてたんですよね。それ全員投げ倒すわけですよね。なんのかな。俺ブラックアダムはなんか超ヴィランやってほしいなっていう。いやわかる。でもね、ヴィランにならんとだからシャザムと戦う理由がないから。そうですよね。 DC 映画で一番楽しみにしたのはブラックアダムやね。そうですか。シャザムと同じ能力。そう。でも子供ではないですか。ない。でもあの姿でも普通。そう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 。与えられるパワーの神様元が違うだけ。はあ。シャザムはギリシャ、ローマ、アッチ系の神様から力を得る、はい、ブラックアダムはエジプトの神様から。へぇ。ブラックアダムの単独速はシャザムやる前に決まってますね。あ、そうなんですか。シャザムをなんでやったかってブラックアダムのためにやったよ、逆に。あ、逆か。そっか、逆でやってるのか。ブラックアダムでドウェイン・ジョンソンが
ブラックアダムをやるっていうのを13年前決まってて、はい、でずーっとそこから話が進まなくて、で DCU になって、おこれいけるぞ、でもシャザムがいない世界でブラックアダムだけ出しても意味わからんな、じゃあ先にシャザムやろうか。その割にシャザムおもろすぎますけど、面白すぎる。ずっとやりたくてブラックアダムを、ずっとドウェイン・ジョンソンブラックアダムブラックアダム言い続けててけど実現しなくて、やっと実現した。この前今まで演じた中で一番好きなキャラクターだって。すごいドウェイン・ジョンソンもなんかホクホクだったんで、渾身なんですね。じゃあドウェイン・ジョンソンがやりたい感じ。そう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 、うわ楽しい。だったらヴィランな感じしません？うん、だから楽しみだし、そういう背景があるから余計な。るほど、名ヴィランとかも結局やっぱり DC が。そうなのよ、で DC の方が歴史で言うと古いんですよ、ね、古い古い古い。ジョーカーのアメリカにも変えましたからね。おお、キリングジョーク。あ、そうです。おー、あれはほんまにもうあれ変えましたから、最後意味わからなすぎて面白い。どっちやねんっていう。あ、なるほど、いい、大好き俺そういうの。それでもちょっとちょこちょこ動画にしていこうかな。いいね、はい、8月の14日に東京市内文化祭というイベントで、ね、うんうん、そうですね、チャレンジャーズさんはそれこそアメコミ、アメコミのトークの方をねさせていただきます。僕はあのむしろこのヴィランよりという怖い映画、うん、おーホラー映画ね、はいはいはい、僕はあの J ホラー界のヴィランこと貞子の新作をね、なるほど、プレゼンするので。ヴィランなんやホラー界って言ったらあっちがヒーローになるじゃないのそうか、2つとものステージ で、ね、そうですね、見に行っていただければなと思います。いいます。チャレンジャーズの方の動画にも僕、あ、そうですね、どっち側ってか分かんないですけど、はい、出ていただきましたんで、はい、はい、ぜひそちらも見てください、見ていただければと思いますね。はい、以上、秋田ゆきでした。バイバーイ。バイバイ。